皆さんこんばんにちは、バットです。今日は9月14日土曜日の9時10分ぐらいかな、秋のね、ここにやってきました。もうちょっとね紅葉してるかと思ったら、そうでもないあ、周りはねそれなりに色づいてるんですけど、まだまだかなっていう気はしますけどね。今日はねここで、ソロかな、はい、途中お友達がまた遊びに来てくれますけれども、基本ソロですね。今のところ誰もいませんけど、あいにくねちょっとね天気が良くなくて雨が降ってるので、降ってたのかな、もうね今にも雨がガーッと落ちてきそうなので、とりあえず乾杯だけ取っとこうします。もう多分降ってきたらすぐ幕の中に入らなくちゃいけない。あ、今日はまあ雨だねじゃ あいただきます。うまい。前はあ、こんな感じかな、こんな感じで。静かでね穏やかにやっておりますけど、それもね雨が降ってくるまでの時間かなと思ってます。あ、吹きこぼれる、危ない。だいぶ揺れたな多分ねまだ茹でが足りんような気がするな。ミートは合わない。もっとね手で潰れるぐらい茹でたかったかな。でも茹でるとうまい。一応さっきね薪割りしてたんですけど、夜に備えて、なかなかねこのねどこの誰かが残していったかまど跡がなかなか、なんていうのかな、かまどですね。まあここをね今日はちょっと借りて、夜雨降ってなければ焚き火したいと思います。もうさっきからねテントの中に入ったり出たり入ったり出たり、雨がパラパラと思ったら止んだりの繰り返し。さっきから見てたのはですね、ここなんですよ。ここのねこの岩から流れ落ちるこの岩っていうか、この石を滑る水のここの泡、ここの泡をずっと見てるんですよ。もう5分ぐらい飽きないですねここの泡をずっと見てるんですね。もう泡ね、ここのこれいいっすよね。ここのねなんかこの
っと指が ここのシュッとしたシュッといくやつがもうシュッといく流れもいいですよね。飯を炊きます。お腹減ったな。ぼーっとしてたらもう1時回ってた。大丈夫かなこれ。超でかいよ。ハムとご飯。うん。うま。どうぞ。ケチャップ。焼けてるか確かめてよ。あ、うん。おいしいね。ちゃんとハンバーグになってるじゃん。うん、あ、よかった。ハンバーグのなんか元みたいなのがある。うん、おはようございます。2時間ぐらい。爆睡してましたね。起きたら真っ暗で。それは当たり前なんですけど、ちょっと焦りましたけど、どこ、ここはってみたいな、何してんの俺、どこやってんの。あ、キャンプかみたいな。あ、今もなんか寝起きでボーっとしてます。1時間ぐらいねぼーっとしたら、だんだん、まあ軽く飲んでたんですけど、だんだん調子が戻ってきまして、意識がはっきりしてきたんですね。今日の晩飯はですね、ちょっと以前にもらってなかなか食べれなかったっていうか、まあちょっとね、寒くなったら食べようと思ってて、ちょっと取っておいたのが、静岡おでんですね。静岡おでんで、静岡の、静岡市の、ね、の、なんちゅうのご当地グルメ市なのかな。うん、これをいただきたいと思います。やっぱね、おでんはね、グラグラね、グラグラしちゃうの俺嫌いなんだよね。その出汁がグラグラに煮え立っちゃうのが嫌なんで、とりあえず大根と牛すじ。お汁は飲まないって書いてあったけど、まあでも俺はいけます。この青のり魚粉を混ぜたものをかけるっていうのが特徴みたいですね。まあ、すげえ、やっぱね、海苔の香りがいいですね、これね。やっぱね、おでんといえば大根なんですよ。ね、今シーズン初かな、おでん。いきます。うん、うまい。まあね、中部地方は味噌おでんがね、あれですけど、うまいな。ほいで、やっぱおでんがね、おでんはね、酒っていうことで、これ見えない。あのね、目玉親父の酒があるんですよ。親父極楽妖怪秘蔵の酒を
飲めやって書いてあるんですね。飲まさせてもらいます。やっぱね、目玉親父がついてるのはね、これだけでもね、テンション上がるんですよ。目玉の味がすごい。あ、うまい。どんだけでもいけるこれ。そして酒、おでん、うまい。そしてね、あの魚粉と青のりだけでは物足りないんですよね、僕のバカ舌は。で、辛み、辛極みっていう京都の一味を振りかけたいと思います。リーパーもあるんですよ。リーパーもあるんですけど、なんか味がおかしくなりそうなんで、こっちにしてみました。あ、これも細かいんだね。なんかつぶつぶになってるかと思ったら、意外と粒子が細かいっていうのが。辛いね。辛いけどね、やっぱね、上品な辛さだね。リーパーみたいに攻撃的じゃないけど、あのすごい辛い。でも夜ね、雨どうなるかと思ったけど、雨降らずになんとか焚き火ができたからよかったな。やっぱりね、カンソロみたいで、ガンガン燃やして、燃やしたら寝るぞっていうね。まあね、ソロキャンプもうみんなでやるキャンプも楽しいけど、やっぱり自分はソロキャンプが一番落ち着くかなっていう気がしますね。
もうどうだろう、かれこれ1時間2時間弱ぐらいずっと卓球してるね。酔っ払いながら炎を見てあっちって言いながらやってますよ。もうだいぶね酔っ払ってきて、日本酒もあの瓶開けちゃったぐらいなんで。でもまだ薪はねそこそこあるんで、まあもやし尽くして寝ようかなと思ってます。でもまだもうちょっと時間かかるかな。おはようございます。雨ですわ。雨雨だね雨撤収だ。眠いけどどうしよう、もう6時だもんね。もうちょっとぼーっとしてから相当撤収です。雨が結構降ってるんで、朝飯食ったら早急に撤収ですね。まだ7時45分ですけど、今日の朝飯はこれですね。これもいただき物なんですけど、これ味噌汁ですね。これとパンを食べます。割り入れって書いてある。割って入れるみたいな。おう。あ、ほうほうほう。あっつ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 。どれくらい？160。これくらいかな。粉の味噌が入ってる。いただきます。うん、うまい。このなんか皮っていうかの外側のやつがなんか風みたいで、お米のパンかな。うん、もちもちしてる。テントの中のね小物類はほとんどもう閉まってしまったので、あとテントかなをくるくるポンして、撤収です。まあ年内ここは最高かなね。もうすぐ冬季閉鎖になっちゃいますけど、まあ冬もやっちゃっていいよみたいなこともおばちゃんに言われてましたしまあどうなるか分かりませんけど、とりあえずね、ここは年内締めかなと思ってます、このキャンプ場はね。じゃあまた。でかいでかいぞ。さすが日本一の水車ってだけで。
あるな。五平町。この回転車動力なんか五平町な。無駄な回転するだけで。うん、うまっ、おいしい。